紫博士は BS コンディショナルアクセスシステムズ代表取締役社長元 NHK 総務局長経済部次長 NHK 時代は池田忍と共に NHK スペシャル追跡不良再建12兆円を制作したちなみに池田は銀行の不良再建に絡む経済犯罪を追求した紫が独占禁止法や 放送法に触れかねない B.C.A.S. カードの独占的発行を行っている BC.A.S. 社の社長になったことをブログで批判している。2008年7月9日付の朝日新聞で BC.A.S. 社が会社法に違反して財務内容の広告を怠っていたと報じられ B.C.A.S. カードを独占的に発行する同社のあり方に批判が高まる中 イットプロの取材に応じ、不要と言われれば知りく覚悟はできているとし、スタッフ採用時にも将来性のある若手ではなく、各放送事業者やベンダーで実績のある、即戦力のみを採用するのは、枠組みが変わって、BCAS が不要となった際、いつでも会社を畳めるようにするための準備の一環、いつ不要と判断されてもおかしくはない。 吹けば飛ぶような会社であることをご理解いただきたいと述べた。会社概要。BS コンディショナルアクセスシステムズ。2008年7月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年8月8日閲覧。地デジマフィアを超えさせる新型テレビ。不要な内蔵カード。週刊ポスト第40巻第44号。小学館。2008年10月。P150。 2008年9月23日閲覧。AB 池田忍。BCAS 社は会社法違反。池田忍ブログ。2008年7月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年8月8日閲覧。池田忍。戦後日本経済史。池田忍ブログ。2009年8月14日。時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年8月8日閲覧。 B.C.A.S. カード会社。財務内容公表せず、会社法違反。朝日新聞。2008年7月12日時点のオリジナルより、アーカイブ。2008年8月8日閲覧。島田昇高瀬哲郎。不要と言われれば知りく覚悟はできている。IT プロ、日経 BP 社。ピアニッシモ、に、2008年8月8日閲覧。 ありがとうございます。